もうすぐに結果出ますから、もうそれも発表しちゃいます。設定変えられちゃいますから、結局ね、15分余った。リスニングなんですけど、まあね、マジ困った。電話が鳴ったんですよ。そうでは始まりました。もてチャンネルです。今回はですね、はい。受けました。トフラ ABT スペシャルホームエディションでした。家自宅受験っていうね、やつやったんですけども、まあ、結構疲れたね。久しぶりのトフル受験だったんですけど、前に比べて試験時間短くなったんで、そこは非常にありがたかったかなと思いますね。もうリーディングとリスニングはもうすぐに結果出ますから、一瞬で。なんで、もうそれも発表しちゃいます。じゃあ、どんな感じだったのかなんですけど、まず、前回結局ね、受けらんなかったんですよ。でね、原因はね、パソコン自体はもうコントロールされるんですよ。向こうの人がね、もう操作しちゃいますよ、みたいな。あ、そう、前回はね、操作していいですか？あなたのパソコンをっていう許可を聞くのが来てたんだけど、今回なかったです。勝手に使われてました。パソコンバーって操作されて、自分のね、やっぱり ID とパスワード入れるところでいけないんですよ。そこで止まっちゃってエラーが出ちゃうっていうんですね。前回と同じだったんですけど、 ID 表示してパスワードがあのなんか米印みたいに打つのあるじゃないですか。番号が分かんないってやつ、あれをやったらいけた。あれに変えたんですよ、この遠隔操作の人が。そしたら普通にログインできた。前回のね、人は ID とパスワードが全く表示されない、隠した状態のをやろうとしたから、それでログインブロックされてたみたいです。で、あと気をつけてください。設定変えられちゃいますから、そう、試験中にスクリーンショットで問題盗まれちゃうといけないから、スクショのショートカットキーをオフにされちゃうんですよ。だから僕いつもサムネをスクショでやるんですけど、ショートカットキーが使えなかったから、この間なんでなんだろうと思ったら、トフル受験の時にオフにされますので、規定値に戻せよって思ったけど、で本当にね、パソコン持って部屋全部見せなきゃいけなくて、机の下とかも今回の人は前回の人よりもすげー厳しかった。めちゃめちゃチェックされた、いろんなところまで。これはなんだ、あれはな、前回置いといてたやつもダメだった。今回はそれ紙だな、どかせ、厳しかったですね。インドでアウトソースしてるだろうね。前回の人は違うかなと思ったけど、今回の人はもう明らかにインド系の発音だったな。 A の音が E になる発音の人だったな。その人はそんなにアクセント強くなかったけど、こう聞こえるんですよ、全部周りの声が。その周りがもう明らかにインドアクセントだったから。じゃあ実際試験どうだったのかっていうのを話しますね。なんかディレクションズがね、全部本物のトフルのままなのが嫌だった。ヘッドセットしてくださいとか、ヘッドセットしちゃいけないのにさ。あ、で、そう、ホワイトボード、これですね。こう両方見せろみたいに言われますからね。で、あとね、ちょっと厄介なのはね、そう、普段僕マウス使わないんで、マウス使ったのはね、結構めんどくさかった。マウスで、ね、この矢印のやつが上に行くとですね、そのトフルのやつじゃなくて、パソコンのや上のやつがビョンって降りてきちゃうっていうのが何回もあって、それでね、時間を何度も無駄にした。そう、ネクストって何回も押すから、ネクストを押したいのに、上のバーがビョンって出てきちゃって、あーって何回もなった。あと、ネクストを押して次の画面に切り替わるのも結構遅い。なんかすごい時間無駄にしてる。次の設問が出てくるまで時間かかって嫌だったな。これ注意が必要だなと思った。今までのテストセンターと受験より明らかに遅いですね、画面切り替わるの。リーディングの方が4台だったのかな。あ、で、設問数はもうやっぱ明らかに減ってましたね。もう語彙の言い換え問題が1問か2問しか出ない。どれぐらいで結果かなと思ったら、結構やりやすかったですね。設問少なくなった方がやりやすい。なんか全然時間配分考えてなくて、あれこれ間に合うのかなと思いながら、今までの昔のトフルの感覚でやってったら、問題数少ないからじゃんじゃん進む感じで、結局ね15分余った。で3つ選ぶやつあるじゃないですか、6つのうちので。それの題目1つだけ自信がなかったから、そこ戻って、でそこに10分ぐらいかけて解き直しして、あーやっぱこっちだなと思って1個入れ替えて、その大問のやつを全部確認してったの。じゃあ、そう、もうだって結果出たんですから。何点だったかというとですね、発表しましょうか。私リーディング何点だったかというと、じゃん、30点満点です。はい、リーディング満点を取りました。全然トフルの勉強ね、するってほら宣言したけど、何にもリーディングやってない、一切やってないのにね。もう最近だって新聞も読む時間ないのに、英字新聞。まさかの満点だった。やっぱね、入試問題めっちゃ解いてるからかな。うん、東進時代よりもはるかに解いてる。武田塾でさ、毎週解かなきゃいけないから、レベル上がったのかな。全問正解、自信あった、いけると思った。あの3つ選ぶやつでこんなに自信があったのは初めてだったから、やりました、リーディング満点。続いてリスニングなんですけど、まあね、マジ困った。本当にね、このリスニングはビビったよ、バビったよ。トフルって必ずですね、
ダミーって言ってですね、採点されないのが出るんですよ。それがリーディングかリスニングのどっちかのセクションに入ってるんですよ。で、今回リーディングにそれが出てたんで、ってことはリスニングは全部採点されるので、一つも落とせないわけです。満点取りたかったらもう全問正解するしかないで、まさかのですね、オフィスの電話が鳴ったんですよ。もうマジでどうすると思ったよね。なんでリスニングの時になるって思ったけど。で、動いちゃいけないんですよ。ずっと監視されてるのでカメラで。席立っちゃったら失格になっちゃうんで。リスニングのしかもレクチャーの最中になっちゃってさ。で、不運に不運が重なるんだよ。そのレクチャーがよりによって理系のレクチャーだったんだよね。理系の中でもね、その結構難しめのやつがあるんだけど、その中でもこれだったらまあいけるなっていう感じの内容だったんですよ。でもそれがさ、相当長い時間になってた。俺、設問選択する時になってくれればそれだったら全然、設問選択する時にはなってなかったっていうね。もうほんとなんでレクチャーの最中に流れるみたいな。なんつー運命だよと思ったけど。で、そこでやっぱね、1個どうしても分かんなかった。2個ぐらいね、微妙っていう感じだったんだけど。1つはどうやってももう完全聞き逃して。で、あと気づいたのは、まあ、トフル難しくなってるって言われてるけど、確かに問題読む人のね、やつで、昔の問題か最近の問題かっていうのは分かるんですけど、確かにその問題文読む人が昔の問題は楽だった、めちゃくちゃ。全然違うと思った。最近のやつの方がやっぱね、詳細聞いてくるね。はぁ、そこ聞くのみたいな。昔のやつはもう予想通りだった。もうここが問われるだろうなって思ったところがバッチリ問われてた。やっぱ難しくなってるなっていうのが分かった。これはいい発見だったな。じゃあ何点だったのかですね。リスニング、ドゥルルルルドゥン、はい、リスニングは29点でした。やっぱね、そこ一問間違ったんだろうな。はぁ、すごい腹立たし。電話さえ鳴ってたけど本当ならないんですよ。まずならないの。どこの取引先にも教えてないさ、電話番号なんかもう。まずならないのに、テスト終わった後にどこのドイツだよって思ってみたら非通知設定になってた。うわぁ。で、10分休憩があるんですけど、まあ10分休憩は楽ですね。ね、部屋出てっていいからね。なんか今までだとね、そう、試験会場に持ってるものしかダメだけど、普通に家にあるものなんても食べれるし飲めるしみたいな。で、試験再開の時にまたね、スタートできなかった。またあのね、パスワードみたいなの入れなきゃいけないんだけど、非表示だからできないっていうので、ETS のプログラムを再起動するっていう形でログインしました。その向こうの、この試験監督やってる人の側の音声がずっと鳴ってたから、それは嫌だった。だからミュートしてくれってメッセージ打った。そうそう、チャットが出てるんですけど、そうそう、ミュートしてくれって。あれ、ほんとミュートしてくれなかったらずっと、とうるさいままで音声聞いてスピーキングライティングになきゃいけなかったから大変だったな。で、スピーキングはどうだったかっていう、まあそうですね、6問あったのが4問に減ったんですけど、で、採点も変わってますからね、やり方ね。どんな風に採点されるのかちょっとわかんない、初めてなんで。機械も採点しますからね、今はね。機械とあと人の採点基準も変わってるんで、昔と。手応えはまあまあって感じかな。まあ言いたいことは言えたけど、もっとちょっと変えた言い方したかったなっていうのが、一箇所ね、大問で言い間違えた単語があって、そこさえ間違ってなければあの設問満点取れたなっていうのがあったのが悔いに残った。たったの一単語、動詞一単語、まあ分かんないです。本当にどのように採点されるのか。まず時間はね、短くなったんでよかったし、あと周りに誰もいないからそれはね、やりやすいよ。やっぱ普段横でガー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 いろんな人が喋ってたりとか、僕の答えを一生懸命聞いてカンニングしようとしてる人とかいるからさ、それと比べたらやっぱね、自宅受験の方がはるかにやりやすい。このままずっとトフル自宅受験やってほしい。そしてライティングね、こっちもね、難しくなったって結構言われて、そう、昔はね結構満点取れたのに今は無理だみたいになってるんだけど、それはね、多分ね、スピーキングもライティングも両方偏差値が導入されてるからですね。前は絶対評価だったからパンと点取ろうとかで取れたんだけど、今は難しい問題だったら点は高くなるし、簡単な問題だったら点は低くなるからね。だからね、点出にくくなったんだよね。まあ内容としてはインテグレイテッドね、この聞いて書く方はまあ大丈夫かなと思うね。ポイントをね、逃さないようにね、さらりと喋って、このポイント入れないと減点されるっていうのがまあね、特徴なんでね、そこは聞き逃さなかったから多分大丈夫だと思うんだよね。で、インディペンデントの方はやっぱね、3つ理由を入れたいんだけどね、1個浮かばなかった、どうやってもね。2つは書けたんだけど、3つ目はちょっと無理やりだったね。もう1つ目の理由とやっぱ似ちゃってるんだよね。1個目と3つ目はもう最初に浮かんでるから、もうだいぶちゃんとしてる。すごい客観的だし。2つ目がちょっと弱い。自分の経験、まあ単なる嘘の経験ですけど書いてあるんだけどね。だからちょっとね、ライティングはいい点は期待できないなっていう感じ。はい、こんな感じで私受験しました。やるし、タイピングもね、なんて普段使い慣れてるパソコンだから。
アメリカ式のキーボードになってないからね、アポストロフィーの位置とかもね、困ることもないし、やりやすかった。ちょっとレスリングのやつがね、困る。あと静かなね、部屋がある方はそこでね、できるといいですよね。やっぱどうしても救急車のサイレンとかね、なんでそうなっちゃったりするんだよね。そこはちょっと嫌でしたけど。はい、こんな感じで私やりましたので、皆さんもですね、これを参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.